覚ませ抜刀斎。維新がなって10年、この国は一つになり新しい歩みを続けている。あら、そこの男、あれが噂の人斬り抜刀斎か。あら、拙者は流浪に当てのない旅の剣客でござる。その傷、その速さ、あなたが、お前が伝説の伝説の人斬り、日村抜刀斎さんよ。拙者が人斬りだった。そんなの知らないわ。私が出会ったのは剣心っていう流浪人よ。あなた人斬りだったんでしょ。剣は人を殺すための道具にあらず。人を生かす剣、人斬りが蹴らずしてどうやって人を守る。この目に留まる人々くらいなら何とか守れる。殺さずの誓い、酒場刀だ。己に見た刃はやがてお前を苦しめることになるぞ、日村抜刀斎。たまんねえな。拙者は過去を捨てた身、もう人は斬らぬ。急いで、ガオルさんが。怒りは奴を往年の人斬りに立ち戻らせる。剣心、ガオルだな。勝負だ、日村抜刀斎。命が惜しければガオル殿にかけた真の一歩を解け。所詮人斬りは人斬り、お前がいつまでルーの檻などとほざいていられるか。剣心やめて。流浪人剣心。